第二次安倍政権以来、国は地方創生に力を入れてきた。しかし、東京一極集中は是正されるどころか、むしろ加速している。この流れをどうにか止めるべく、地域活性化に取り組む男がいる。埼玉県加須市から地域活性化センターに派遣されている深谷弘明だ。深谷は幾度となく地方に赴き、地元に対する熱い思いを持った人々と接する中で、自らの地元加須市に対する思いに葛藤が芽生え始めた。自問自答しながら地域活性化に突き進む若きホープに密着。彼の仕事は全国の先進的な事例を現場で学ぶ地方創生実践塾の企画管理運営だ。2018年は島根県海士町をはじめ全国各地域を飛び回り、その運営に携わってきた。そうして地域との接点が増えていく中で、地元加須市に対してさまざまな思いが芽生えたという。全国の地域の取り組みを学ぶ中で、加須市よりも条件が不利でも素晴らしい取り組みをしている地域がたくさんあることを知りました。加須市というよりも、自分自身がこのままでいいのかな、地域のために何ができるのか、そんな思いが芽生えてきました。そういう思いが芽生えてからはもう本当に毎日葛藤してますね。毎日葛藤しながら道を模索しているという深谷。そんな彼に地域活性化とは何か聞いてみた。さっきり言って答えは分かりません。でも私はその地域に住む一人一人がその地域を知って地域を思うこと、それが初めの一歩になるのかなと思っています。私もそんな地域に住む一人として、まずは、地域を知ること、地域を思うこと、それをまた新しい気持ちで一から始めたいと思っています。地域活性化とは地域を知り地域を思うこと。その言葉を胸に深谷は今日も一歩ずつ進んでいく。